かった、うん、ヘルキャパン食べてみる、うん、ちょっとこれさ食べてみる、うん、ベーコン、ベーコン、ほんと、いいじゃん。ペロチーノだけど。もうこれまた。ここでいいよ、3時までやってる、うん、1000円かと安い、ニンニクが効いてる、これもすごいよ、ニンニクが、あ、美味しいソースが食べてみて、これな、ソースじゃないと、これも、うん、ニンニクマシマシ、すごいでしょ、ニンニクが、うん、すごい、これはニンニクが、うん、だから結構洋菓子の周りの方がお店料理あるよね、ほら、うん、この前行ったとこもカフェ、うん、どこどこだっけ、なんか行ったじゃん、うん、えっとか、うん、ねえ、あそこ美味しかったよ、うん、全部ニンニクことごとだ、ことごと、あれどこだ、カフェことごと、あの洋館の駐車場のこっちの、うん、おいしい、これ、うん、ソースが、うん、これ来るわ、乾杯、なんかあれ、うん、これのコーヒーついてるんだ、河口湖のとこも、あそこも湖見えるから行ってみた、うん、ここもそこが桜咲いたら綺麗よ、そこのお家が、Thank you.
パン2切れ。カキとほうれん草のグラタンも美味しそう。チーズグラタン、エビと菜の花のクリームソースもいいね。ここにお口がある。フォアグラのステーキなの、牛フィレの。これはちょっと高い、3,200円。でもトリュフソースだよ。ちょっとソースちょうだい。おいしいよ。ここの河原そばはなくなったのかな。寺が行ったとか結構入ってたよね、お客さんいたよね、山口に。やっぱ少ないのかな、山口県人は。海、とか食べに行かないのかな。これティッシュっていうかオムレツ、ティッシュじゃないの、オムレツ、オムレツっぽいね。卵、サラダも結構ついてる。ドレッシングが上にだけかかって下がない。いっぱいあるよ。ドレッシングがなさすぎ。噛んで唾液を出して、母音をやめさせる、喉を鍛えましょうって。本当に鍛えなきゃいけないとこがいっぱいありすぎるよ。そのクリップがおかしい。なんだろうあの人。ランチでさ、お茶で来ればさ、みんなでおしゃべりね。嬉しいかな。このソースが美味しかった、もうこっちはニンニクすごい、すごいね、マシマシだ。
薬つけた、スープもついてるしね、うん、欲しい、そんなに高くなかった、ママとママさんたちに人気って書いてある、うん、ってなるだろ、ランチが毎日違うから、うん、たまに来ても、うん、すごいニンニクだよ、うん、人参がすごいこれ、うん、身が入ってるコンソメだけかと思った、うん、おいしい、そうです。まあ、いいんじゃない。並ぶと思う。ドルチェ、ミニドルチェつけて書いてあったもん、分かった、私の言ったとこ見た、見てんの、お砂糖入れなきゃ、エスプレッソうまくしなきゃ、うん、これは、うん、声が大きい、うん、そう、隣の人も大きかった、でもそこ4人だったじゃない、うちのアドリバだよ、苦いだってお砂糖入れなきゃエスプレッソが、あ、そうだ、イタリア人は絶対入れるじゃない、あ、そう、俺日本人だから
だって学生特化するやつじゃない。ああ結構俺日本人だから。ドルチェプルエスプレッソって早いって意味だろ、うん、シッて作るじゃん。ミント食べないの？食べない。これなんだ？パナコッタ、なんたこった。2月からやってるミントよ。ほんま、ベンチの下の雲の巣が気になる。それでも甘くねえもんな、こんな砂糖入れたの。いやすごい深く入れてたじゃない、スペインとかだってねえ、うん、カフェコンレチェにドルチェランキング、ランキングそんなの言さないでドルチェ盛りだってドルチェ盛りって言うとなんかすごいな、うん、1位から3位プラスミニアイス2個だっていいじゃん。こういうの映えるよ、これがいいじゃん、うん、これどこに今日はメープルソースパンナコル各470円。これクイッと飲んじゃうな。だってクイッと飲んでさ、立ち飲みしてさ、みんなお仕事行くじゃん、うん、あ、でもおじいちゃんたちベチャベチャ喋ってるよね、うん、イタリアで、うん、エスプレッソ飲みながら、うんね、でもおかしくない？10食なのにまだあるって、うん、だから聞いたんだよ、まだあるんですかって。なかったら上のプレートにしようかなって、うん、ドレッシング600円です、まあ、でも今日ドレッシング買っちゃったもん、1個今度でいい。やめる？うん。なんか今日ドレッシング1本買っちゃったんだもん。あ、そう。なくなったら。またそれ。